はいざいチャンプルーさんの YouTube ジャックでーす。ハイジャック、ハイジャックじゃない、なんだ YouTube ジャックでーす。で、今日はですね、ちょっといつもはやっぱり聞けないこのミスターマリックじゃないですよミスターマリック、チャンプルーさんの、謎の謎めく正体にちょっと大接近、大接近していきたいと思います。どうですか、どうですか でですねちょっと、カンペちょっとまず一つ目の前のあれ、まあでもこのまあなんかこのチャンプルさんだったり、まあ会長さんだったりということで、まあなんか お名前もちょっと定まってないというかまあいろいろお使いな感じなんですけども、はい、まずそのじゃあこのチャンプルさんだってこれ会長さんだっていうこの由来について今ちょっと私も聞かされてもらったんですけど、なんか中学校から会長さんだったとか。あ、中学校ではないですね、高校ですね、夜間高校だったんですけど。これ生徒会長さんですか。いやいや、違います、クラスの役員で。はい、でもじゃあクラスの会長。そうです、そうです、はい、ほら、高校とかになるとこう、はい、頭のいいやつとかじゃなくて、ちょっとこいつおかしいんじゃないのみたいなやつが大体クラスの役員になりませんでした。まあ、そうですね、目立つやつ、はい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 、そういうノリで、そういうノリでいつの間にか断れない性格みたいなところがあって、まあしょうがないかみたいなやつですよね。はいはいはい、それで会長さん、はいはいはい、で呼ばれてたんですか。じゃあちょっとその仲間、いやいや、会長とか友達なんかからはね、いろんなニックネームで呼ばれてましたね。めっちゃニックネームがあるんですよ。農業一般とか。え？まあね、農業一般、はいはい、農業一般とかね、まあ本当ね、沖縄の人たちはヤッチーとかね。ヤッチーは何ですか。ヤッチムーしか知らないですよ。まあヤッチーって言ったらお兄さんみたいな感じ。お侍さんの長男とかのことを沖縄ではヤッチーとかって言うんですね。あ、そうなんですか。はいはい、まあ高貴な感じなんですけど、はいはい、ただでも兄貴みたいな感じですか。そうそうそう、ヤッチー、ヤッチー、ヤッチーとかな、ね、まあ、ニーニーのちょっともっと上、そうそうそう、ちょっと親しみのあるような感じのね。はいはいはい、まあまあね、親しみのあるような感じでこう、ヤッチーみたいな、まあ、ここ飲んでた飲んでたのバレるじゃないですかで急にこの、まあでもね、こういう感じでちょっと、はい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 、みんなが聞きたいようなことをちょっといろいろ今回は、はいはい、質問していきたいんですけど、はい、まず、やっぱりこのあれですよね、今の会長さん、チャンプルさんはこの車に住んでるんですけど、これ車ですからね、皆さん言っときますけど、この日本、純日本風な内装のこれはなんと車ですからね。まあこれはまたさておき、なんでここにまあ住まれたというか、この車に出会ったきっかけというのをちょっとお聞きしたいと思いますけども、どんな感じですか。まあこうちょっと話せば長くなるんですけど、まあでっかいバス、ゴージャスなでっかいフルサイズのバスをちょっと買おうと思ってたんですね。バスのこうもうすでに作られてるやつ、ホテルみたいな感じの。はいはい、A タイプですか。そうですね、はいはいはい、キャンピングカーでいう、はい、でもそれはこうめっちゃ値段が、新車は高くてまず手が出せないし、もう3000万クラスですから、ね、はいはい、ガソリンは高いし、まあね、場所を駐車するのも大変だしみたいな感じで、中古を買ったんですけど、詐欺に遭いまして、お金を振り込みに行ったら
あの結局これ詐欺だっていうのが分かって、うん、辞めて1年ぐらいこの期間が銀行で、はい、銀行で分かったんですよ。はい、で危ないですよ、うん、でそれでもうなんか空を飛ぶ趣味がありまして、うんうんうん、空をフィエスタアイランドっていうところで、それは気分だけじゃなくてですか、空を見たら気分が良くなる、空見ろみたいな感じでもなくて、あのモーターパラグライダーって言ってこう後ろに扇風機を背負ってで落下傘を開いて、まあ、飛ぶっていう感じなんですけど、まあ、それをやってる時にたくさんのねこういうキャンピングカーみたいな手作りの DIY のキャンピングカーみたいな集まりがあって、で聞いたらこう自分で作ってるって言うんですね。自分で作ったとかって言って、あ、じゃあこう自分も作ろうみたいなのがまずきっかけですね。でその前に長いんですけど、はい、まあビジネス失敗しまして、あ、まあ、あのヨーグルト屋さんをやってたんですけど、はい、まあ、3500万円ぐらい、まあ、ちょっと大げさにね、ちょっと大げさヨーグルト大爆発ヨーグルト大爆発ちょっと大げさに言うと、まあ、ヨーグルト3200万円ぐらいの、まあ、これが近い数字かなとかと思うんですけど、でそれを全部トータルダメージでもう全部なくなっちゃって、はいはいはい、借金生活に追われてブラックリストに乗っちゃって、はい、オーマイガッドで、まあ処分して、まあ、家も処分して、うん、店も処分してやっとこう借金を全部返して、はいはい、でそれでもブラックリストに乗ってるんで家が買えなかった、うん、あ、借りれなかったんですね。あ、まあそれでこう、まあもうしょうがないからこう、うん、キャンピングカーに住もうかってなのがきっかけですね。はいはいはい、まあ、だから決してこうもともとこうキャンピングカー生活がしたいみたいな感じじゃなかったんですよ、ね、はいはいはい、あと船あるじゃないですか、船、はいはい、ヨットとかそのボートとか、いや船に住んでる方もいっぱいいらっしゃいますからね。はいはいはい、そうなんですよ、そう、はいはい、船とかに住んでる方とかそういうのも憧れてたんですけど、はいはい、まあね、あのそれはまあちょっとダメになりまして、で今度まあまあ車っていう形で、まあ自分で作ってね住むっていう、いや、このでも作り込み方は素晴らしいですよ。錦なのも障子なのもすごいですよ。もうでまたじゃあちょっと次の質問はい、どうぞ。まああとね、もっと詳しいことを質問されたい方はやっぱちょっとこの、まあこちらにこちらにあのメールをいただければ、今度ねまた違う機会にこう編集していきたいと思いますけども、次にちょっとまたもう一つ皆さんが気になっていることがあると思うんですけど、なぜこの YouTube を始めようと思ったのかなっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、どういうきっかけとまたこういうなんかこの YouTube を始められたところっていうのをちょっと教えていただけませんかね喜んでですね、まあこれもこう話せば長くなるんですけど、まあ以前ね、まあ、2年ぐらい15年ぐらいあのジャパニーズレストランっていうのをこうカリフォルニアでやってたんですけど、それをもうこう売って、で家も売って、でそれでこうまあこの車ができて、まあなんかちょっと変わった面白いことをやってみたいなとかって思ったんですね。でそうするとなんかこうみんな旅をねすることがなんか夢みたいなことを、アメリカでは特にそのね引退された方がこうキャンピングカーでアメリカ中をこう見て回るっていうのがこうなんかトレンディーっていうか、一つの第二の人生みたいな感じの話があるじゃないですか。まあそういうの結構じゃもう年をだいぶ召されたね、70歳近い方とかに結構いらっしゃいますけどねまあまあまあ、うん、あのまだ、はい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 、会長さんは全然、はい、まだ21なんで、もう21なんで、22になったばっかり、もう全然若いから、まだまだ、まだ22っていうのは22って笑ってますから、ね、うん、ああ22、バツ1なんですけど、いやもうそこまで聞いてなかった、そこ
聞いてない。そこまでは聞いてない。そこまでは聞いてなかったけど。まあまあそういうことで、はい、旅をしながら、はい、こうちょっとね、ガソリン代とか生活費とか、はい、そういうのが入ってくれば、こう旅を続けることができるんじゃないのかなみたいな感じで思ったんですね。はいはい、それがきっかけですかね。あ、はいはい、これでもやっぱり旅がやっぱり昔から好きだったんですか。いやもうね、あの旅のこととかも全然何にもわからない状態で、うん、今こういう感じですよね。うん、まあですからこう編集も一切してませんし、はいはい、あの編集の仕方もわかりませんし、この iPhone とかのねセットアップとかもみんなあのスタッフの、あのウェイトレスの方とか、はい、寿司シェフの方にやってもらったんで、そう皆さんにはこちらも感謝ですね。あ、いやもう本当です、もう本当ね、全ての方々のねおかげで、まあここまで、はい、まあたどり着いてるっていうかね、はい、そんな感じですよね。はいはいはい、あのでも結局まだちょっと僕が疑問なのは、はい、このチャンネルの名前が動かないんですよ。あ、名前とかこのなんかこのその辺をちょっと決めて、まだそう、会長さんのっていうか、いや、ね、本当にね、なんとですね、この人実はあのアメリカのなんですか、カリフォルニアのなんですか。カリフォルニアです、ね、カリフォルニアのサンディエゴの沖縄県人会の会長さんだったんですね、なんと。でもね、もう調子だけです、まあ、調子だけはね、ずっとあの会長だから調子だけ会長調子だけ会長元気に How are you? あ、スーパースーパーハッピーハッピー会長っていうやつですね。中身が伴ってないですからね。でもいや、やっぱりこの素晴らしい人格と、いやこのなんかこのね失敗もあのなんていうんですか、もう気持ちでね全部押し抜けて、いや頑張ってるこの感じが最高ですよ。いや調子だけです、最高です、調子だけ。いや、このあのこの、会長さんに質問っていうのをちょっとまた次の機会もちょっと作っていきたいので、よかったらメッセージお願いしまーす。できたらチャンネル登録、あとチャンネル登録できたらチャンネル登録お願いしまーす。じゃあまたねー、安心また野菜、はいさいはいさいはいさい。